なんと恐ろしいことに、億円天でございますよ、皆さん。ダメ。それで目印はあんのか？地図によると火山の周りに建物がある。古い拠点とか見張り塔がいくつかな。見張り塔？エイブリーは世界一の賞金組だ。ここにお宝があれば見張りが必要だったはず。その塔の一つが火山の麓にある。エイブリーのお宝も？そう祈ってよぜ。はーい、じゃあ続きやっていきましょう。マダガスカル。なんと恐ろしいことに、僕運転でございますよ、皆さん。ねえ、僕は何を隠そう、無免許でございますからね。どっちに行くのかな。あれ、迷った時はどっちに行けばいいんでしたっけ。右だっけ、左だっけ。まっすぐ行こうかな。すごい綺麗だな。鳥も止まって見えるぐらい綺麗だ。なんだろう。あの鳥、なかなかの滞空。道がなくなった。まあ、いっか。誰もね、厳しいことは言わないでしょう。コースアウトしてもね。あそこに遺跡があるぞ。お。降りちゃい。え、みんな来ないの？あ、ここちょっと虫がすごいからもうちょっと進んで、虫のいないところで止まりましょうか。ね。すぐに発信できるようにしよう。よし。待ってろ、調べてくる。行ってくるよ。ん？来ないの？二人とも。全然興味なさそうじゃないですか。遺跡ですよ、二人とも。トレジャーハンターでしょ？今でも飛び回ってんのか。なあなあ、コンテナどうも性に合わなくてね。全然興味ないじゃないですか。姉さんにも言ったけど、最近は何でもインターネットの時代だろう。仕事のやり方も昔は変わったんじゃないか。うん、けどよ、相手と会って腹探る方が性に合ってる。ハンドルネームマスターハンター37なんてのがチャットの相手じゃそれもできないだろう。はそれもそうだ。なるほどな。いやー、でもサリーのあの社交性は見習いたいですよね。ちょっと分けていただきたいぐらいだ。一個ぐらいお宝落ちてないですかね。だいたいこういうのは高いところに服が、服があるのではないでしょうか。一個ぐらいないかな？ないかな？ないな、なんだ？挙動不審なヤギがいるな。まあ、ただのヤギか。あ、光っているな？光っているな？これ飛び降りて大丈夫かな？よっ、これを。上がって、よし。なんだ？オプション、よし。細工が施されたタバコ入れ。開くのかな？開かないのかな？綺麗ですね。割と最近のお宝でしょうか。
タバコ入れってでもタバコ入れなきゃいけないわけじゃないですもんね。小物入れに良さそうだ。なんであんなところに誰かに放り投げられたんですかね。よしよし、じゃあここはもういいのかな。何もないの。なあ、ただいま。仲良くしていましたか。ダメ、外れた。さあ行こう。あの水たまり突っ込んでいいのかな。突っ込んじゃおうかな。よいしょ。水が跳ねそうだ。よしよし。結構段差ですけど、お兄ちゃんシートベルトしてますか。してるな。してると信じています。てか、あの火山が噴火して全てがパーにはなんないよな。ありゃ噴火しない。火山に行くってんで俺は真っ先にそれを調べておいたってわけ、うん、それとお財布に優しいレンタカーや。おい、サリーが調べ物するなんて雪降るんじゃないの。お前ばっかモテてちゃ尺だろ。いやー、なかなかね、うん、抑えるところはきちんと抑えてくれているサリーはやはり有能。あー、道がない。でもあれに向かっていくんですよね。滝がある。どのぐらい自由に動けるんですかね、このマップ。カバとかいたらちょっと危ないですよね。やめよう。あんまり、でも行くしかないのか。ハンドブレーキ、カバとかワニとか大丈夫なんですか。これは道なのかな。僕には川に見えるんですけどね。道なのかな。いや、車が好きな人、車が好きな人の中でもこう車が汚れて悲鳴を上げる人と、この水陸両用のプリに興奮する人の2パターンに分かれそうですね。あの上の橋を渡るんだったのかな。絶対おかしいよな。あそこの橋相当ボロボロじゃねえか。足まで行かないと。はい、よしよしよし、すんなり行けそうだ。いやおい頼むぜ、ほら行け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 。はーい。お兄ちゃん放り出されないように気をつけてくださいね。やった。何も落ちてないかな。よし、じゃあ行かないと。ほら落ちるなよ。フラグ立てないでくださいよ。おー、僕は分かってる。こういうのは止まっちゃいけない。まっすぐ狙いを定めて遠くを見るんですよ。遠くを見て、あ、ゆっくり行くんですか。ちょっと黙ってろよ。ゆっくり行くんですか。いや、こういうのは行き、はまりました。はまったはまった、はまったはまった。あ、大丈夫。僕に運転をやらせないでくださいよ。オブの変わってくれませんか。二人とも変わってくれないか。そうか、じゃあゆっくり。あの車両保険とか大丈夫でしょうか。この車、まずい。ここでアクセルを、タイヤをかませろ。はい、アクセルを。姉さん、岩だ。ふふふ。ふえー。
ほい。よし、行ける。はあ、アクセルを踏む手を緩めたら終わりっていうのだけは分かりましたよ。やめません？これ無理じゃないですか？本当に行くんですか？こっちは、こっちはどうですか？道なのかな？行くだけ行ってみよう。オッケー、コツをつかんだぞ。泥が口に。よっしゃ。やっぱりね、ネイトの方が主人公補正で僕より成長が早いですね。腰が。よしよし、何もないかな。そこ上がれますかね。見ろ、タイヤの跡、誰かが通ったんだ。これ人族の車って、つつつ、今引きませんでした？大丈夫？だから目つぶってていい？ダメ。よし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 。 R さん、おい、丘の上を見ろ。塔じゃないか？待ってました。おー、行きますよ。なあサリバン、レンタカー屋と何を揉めてたんだ？あんたの弟がウインチをつけろってうるさくてな。ウインチはつけたくせに、なんでサスペンションは消したんだ？まったく当たり前だろ。雨とか泥道とかあったらどうする？そのせいでふっかけられた。倍だぞ倍。どうせ倍にされたって。ウインチなんざ絶対使わないね。ビールかけたっていいぞ。ウインチ、ウインチって持ち上げるやつですか？サスペンションってクッションみたいなやつですか？サスペンションつけてもよかったんじゃないのかな。壊れやすくなるんですかね。あまり車詳しくないからわからないや、僕は。そもそもこんな山道を行くような車とは縁がないですからね。なかなか。よし、捕まってろ。ほいほいほい。絶対何かの法則を。あー、いや、いける、いける、いける。信じれば、信じろ。おこんなはずではなかったのに。もっとなんか素敵なね、マダガスカルのドライブを楽しめると夢見ていた時期が僕にもありました。レイさん、エイブリとかテューとか大物海賊たちがここに宝を持ち寄ったんだろう。それ一体どうしてなんだ？なんでだろう。安全だから。イギリスに追われていたんだし。なるほど。それかかくまったのかな。隠すのがお得意だったみたいだ。なるほど。まあでも海賊ってお宝隠すものなんじゃないですか。習性なんじゃないかな。僕にはこの車を応援することしかできない。まずそう。廃車になっちゃいそうです。到着。よいしょ。そう、調べてみよう。お、俺も行く。お兄ちゃん来るの？じゃあサリー頑張ってね。景色楽しんでおいてください。じゃあ、もうちょっと崖に寄せましょうか。サリーが景色を楽しめるように。こうか、こうか。
はい、じゃあ景色を見ていてください。で、よし行くぞ。お兄ちゃん、お兄ちゃん階段知ってます？お兄ちゃん階段っていうのがあるんだよ。お兄ちゃん、これはエイブリーの時代の塔だな。だからあるかな。高所恐怖症の方ご注意ですね。ただすっごい絶景です。いいなあ。僕も一回ぐらいこういうところは、しかも飛んでみたいですね。はあ、よし行くか。あ、こっちにも、ん？なんだ？皮が剥がれてる。何か巻かれてたんだな。何かというかロープ？よし、お兄ちゃん早いな。もうあんなところに。よ、来たよ。ん？サム、見ろ。これはクリストファー・コンデントの印だな。エイブリーの時代にマダガスカルで活動してた海賊だ。ってことはエイブリーは海賊の船長を仲間にして見張りにしたのか。ドラゴン、まさかな。それはないだろう。もしかしたら各船長に塔をあてがって部下に見張らせたとか。何しろここが目的地じゃないことは確かだ。ここは見張り台的な場所なんですかね。かっこいいな。翼が赤いドラゴン？ヘビ？お、いいもの見っけ。あ、本当にいいものだ。よいしょ。象牙の火薬筒？これは何でしょうか。これは何でしょうか。宇宙人のあれ、大パーツ的な、なんか名乗しがたい、さなぎ？いや、なんかこの宇宙船みたいにも見えますけど、顔にも見えるな。この辺とか顔に見えませんか。あんまり可愛くはないかな。よし、お、更新されてますね、ネイトノートが。読む。ジープのレンタルレシート。いや、保険なし。保険入ってない。無保険だ。96,307 ありあり。ありあり。実在の単位なんですか、これは。ありありってそういうことか。マシマシ的な、あの野菜マシマシ的な、そういうことですか。夜間貸し出しはなし。あ、じゃあ早く帰らなきゃですね。運転手123。でも運転手の主だった運転手はサーリバンになってますけど、どういうことだ。じゃあ僕が運転しなくてもいいんじゃないですか。コインを押した後、使えないコイン。エイブリーとテューの他にも有名な海賊が関わっている。クリストファー・コンデント。クリストファー・コンデント、船、炎のドラゴン号。ちょっと日本語に訳すとちょっとだけかっこよくないな。炎のドラゴン号か。ファイアリードラゴンって書いてありますね、下ね。ファイアリードラゴンか。いや、若干の中二病感を感じなくもない。そこはかとなく。サリー元気？景色見てた？
ワイルド。これなんでここに。車にウインチをつけたんだよな。あれそうか、初耳だ。え、どうすんの。どうすっかな。いや、わからない。そんな、え、急にそんなウインチとか持たれましても僕には何のことでしょう。まあ、うすうすわかりますけれど。え、な、木に、あ、車を引っ張り上げなきゃいけないのか。え、やだ、ここに車を引っ張り上げなきゃ。あ、ちょ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 、まっすぐまっすぐ、じゃあ行ってくるよ、詐欺。よいしょ、ウインチ、これか。これをここに、え、こう、もう一周するしなくていいのですか。じゃあ、はい、バッチリだ。サリー、これはいいのかな。これはいいのかな。昔ね、登山用のザイルでこういうので事故ありましたからね。切れちゃいそうだけど。よっ。よし、いいか。やっちゃいな。やっちゃいな。買っちゃいな。うん。行くぞ。レッツゴー。まっすぐに。ごめん、まっすぐじゃないな。ごめん、まっすぐじゃないな、お兄ちゃん。見たか、サリー。ウインチだ。感謝しろよ。バカが坂だろ。元取るにはまだ足りないな。ああ、まだな。こっからさ。元が取れたらおごってやるぜ。おお、お兄ちゃんジャカに乗ってるし。よし。これは楽しいドライブ。おお。あげたね。想像してみろ。大物海賊が鬱陶しい権力から逃れるためにここまで来たとしてよ。うん、かわいそうな海賊ってか。気楽に略奪したかっただけなんじゃないの。そうじゃない、ここで自由を謳歌したかったんだ。まあ、世間から身を潜めたいと思ったらこういう場所が好都合かもな。いや、美しい大自然ですね。ま、ちょっと住むには不便そうですけど。少しは我慢しろって。海賊の立場になってみろ、うん、イギリスを出航してブラジル行って、うん、そっからまた大西洋を渡って南アフリカ行って、しかも機械はないから全部紙と海図と星だけを頼りの船旅だ。うん、俺は元海軍だ、それぐらい知ってる。俺が言いたいのはこんなのマシってこと。でも老体には応えるね。まあ、火山地帯で多分温泉も湧いているでしょうし、住めば都ってやつなんですかね。車が通った跡がありますね。はい、ここで故障したらシャレになんねえぞ。でででで、あっち、っちに行くからこっち。あそこにも何かありますね。じゃあ、あっちが正解だったかな。でもな、こっちが正解なんだとしたら、もう一方の道はどこに通じるんでしょうね。ここにいろ。おい、どうしたんだ。お、ここに来てお宝がわんさか。羊皮紙の巻物、これを中が見たいです。中見れないの。中見れ、中が大事なんじゃないですか。何が書いてあるんだ。お待たせ。楽しかった。あ、こちらにも何かありますね。こちらにも何かあるけれども、渡れる感じはしないので、戻ればいいのかな？
よちょっとまだ全然まっすぐ走れない。おお、まあでも画面用意しちゃう皆さんが、ああ前見てなかったです、ごめんね。これは行っちゃダメ、あ行っちゃダメ、そうですね、あら曲がれ、よし一周しました。じゃあ上にあっちに行きましょうか。あれなんだか同じところをグルグルしている気が。このタイヤ痕が消えてしまうのが癖者ですね。一回来た道なのかどうかがもうわからない。グルグルしているような、グルグルしているような。えあれ、いやでもなかなかね、楽しいドライブをちゃんと満喫していますよ。あれですよ、これちゃんとね、こう川の中じゃなくてね、地面の上を走るというね。まーた段差が、そのうちこの車壊れますよ。よし、これはこの中は何ですかね。ちょっと行ってこよう。調べてみよう。またな。の意味深ですね。これはあからさまに現代の箱ですよね。開かないのかな。もえ安山の像ちょっと可愛いな。ドスコイしてますね。勝手にこんな撮ってますけどいいんですかね。おい、ありゃすげえな。誰かいる。金持ちか。なんだ、兵士がうろついたな。ナディーンの手下がだな。マジかよ、クソ。昔の拠点を見つけたみたいだ。あれ違うんだろう。そうなんだけど、どうしたもったいぶんなって。火山に行く道はこれだけなの。なるほど。なんだよもう。じゃあやっちゃうか。どうする姉さん。まあやってみっか。やっちゃうんですかわお兄さん方。でもなんかすごい爆発してましたけど、なんかあのレーザー出てませんか。なんかレーザーが装備の質が違いすぎて、あんなのに勝てるんですか。近寄れるのかな。車をどこかに隠しておいた方がいいんじゃないかな。バレる。サリーどこ行ったの。ごめんねサリー。繋げたのか。できてるよ。ナリーンの許可を待ってるところだ。よし、どうせ外れだ。早く進ませて次に行く。いつまで待機なんだ。命令があるまで。新しい情報は。3人来てるのか。サーリーも来たの。危ないよサーリー。いっぱいいるなぁ。この間お前が爆薬を使った時みんな死にかけたじゃないか。お前の指揮なんてごめんだ。でもすぐ終わるぜ。誰とお話ししてるんだあれは。何
何ボタンだっけ、何ボタンだっけ。何かいたぞ、後ろを任せろ。え危な、真下なら撃てないでしょう。うおー、よーし、僕がおとりになっている。あの、あれ、なんだっけ、なんだっけ、あれ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 、前転的な、前転的な、なんかあの緊急回避的な、緊急回避的なボタンがあったと思うんですけれども、なかったっけ。なんか気がついた、あい、あっち、気がついたら死にそうだ。違う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 。違う違う違う。いやー、よいしょ。あれ、緊急回避が出ないぞ。ボタンが違うな、さては。よし、敵も僕も仁王立ちで打ち合いですぞ。久々の、実を言うと久々のプレイで適当にやっております。もうダメだ、あー、びっくりした。上に行ってみよう。何かあるかな。お、オーケー、うーん、これで全部。くそ、デイフとナディンは何人連れてやがんだ。こりゃうかうかしてると先を越されちまう。先を越される。まあそこは言いますけどね、大丈夫じゃないでしょうかね。あの、詳細の場所を知らないはずなので、多分大丈夫なはず。彼らはね、コインをゲットしていないので。これ以上は上がれないのかな。ありますね。違うな。よし。痛い。降りたい。その板の上にちょうど。よーし。あれ？お兄ちゃんの冷たい目が、あれ？思っていたのと違うなぁ。あ、行けました。よーし。さらに上には？さらに上はないかな。このロープ伝って下には降りられないのかな。じゃあ、はい、よし、じゃあ乗り物を探すということなので、乗り物か。乗り物か。あ、間違えちゃった、もったいな。
ポートを間違えて投げてしまったねえ。あそこにカーソルが合うのであっちに行こうかな。乗り物？乗り物を探すって言ってましたけど、自分たちが乗ってきた車、無事なんじゃないかな？ね。無事なんじゃないかな？だから、それに乗ればいいんじゃないかな？適当に物資を漁ったら。いや、長押しはいいかな。ここは？何もない。何かあるかな？これは何だ？おお。弾もありましたか、今。よし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 。おお？なんだ？何かありそうな？見ろ、海賊の印だ。お、かわいいな。ゴールドギッチだ。キングスベイを管理してた。奴隷も扱う商人で悪党の親玉だ。詳しいな。ああ、無所で読んだ。へえ。本を見せてほしい。おお。アダム・ボールドリッジ。印の下、サムとサリーだって。大工の夢。塔の損傷具合中、雨漏り。正面扉の損傷具合小。ん？全部屋で360度のパノラマビュー。お値段ポッキリ。3000万ぐらいで。よし、じゃあ行きますか。どの辺に？お？どの辺に車は捨ててきましたっけ？あれ？車を、あ、あれだ。よし。急にみんな乗るんだから。じゃあ行きますよ。しっかりおつかまりください。シートベルトをお締めください。走行中にお話をされると怪我のもとになりますのでご注意ください。これを渡るとよし、行くよ。どうやって上がんだ？どうしよう。わかった。いや、わからん。いや、でもヒント的にこれを巻くんですね。あ、これもですか。それで引っ張るとピタゴラスイッチ。頑張れ。ほら急げ。まい。おう。ほらウィンチだぞサリー。やっぱ使えるだろ。ウィンチって壊れないのかな。急げって言われましたけど、追ってとか来てるんですっけ。
頑張れ。サリー、ナディーンとは仲がいいのか？お、なんで？いや、彼女に連絡したら連中に引き上げてもらえるかと思って。冗談だろ。じゃあ分け前を約束したら。いや、そういうタイプじゃない。あいつは後払いなんて信用しない。だからレイクについてる。なるほどな。ニコニコ現金払い。まあね、だって傭兵さんであれだけ人数を動かすとなるとね、先立つものがなきゃ無理ですよね。よしよし。おー、あれし、しょうがないんだ。ああ、奴らも死に物狂いだな。火山に先を越されちまいそうだ。警戒に走っている な、 お宝も取られてんじゃん。見ろよ、もしもう見つけてんならあんな風に必死に探すわけないだろ。運転荒いな。確かに。それよりもあの木。なあサム、ちょっといいか。ん？無所でずっと何してる？そうだな、本を読んでた。俺に優しい監視が一人いてよ。そいつが図書館から本を借りてきてくれた。どんな本だ？歴史ものだな、特にエイブリーとか海賊関連とか。熱心だろ。読書以外じゃ腕立て、タバコ、あとはギャング同士の喧嘩を避けたり考え事したり、そんなとこだ。サム、いい監視がいたんならそいつを使って俺に連絡できたろ。ああ、したさ。手紙を送ってくれって。お前宛てにな。届いてない。象徴にバレちまったんだ。こっぴどくやられたぜ、監視とはそれっきり。それひでえ。でもアルカサルと同部屋にされてまたつてができた。象徴の大きな誤算だな。なるほどな。そうだ、そういやアルカサルとは数十年前に取引したっけ。お前らに会う前だ。マジかよ、よく生きてたな。まあやつもだいぶ人が変わったからな。あの頃のやつはまだ下っ端だった。日本から密輸した木版画をひょんなことからやつのボスに売ったんだ。侍好きのボスでやつはパイプ役だった。聞き捨てなりませんね。優しいのは口ぶりだけ。ちょっとしたことでぶち切れるようなやつだったよ。だったら何も変わってねえな。金踏んだくってすぐおさらばさ。なるほどな。ある海賊が酒場に来てよ。おいおい、始まったぞ。グツグツ言ってる鍋を持ってたんだ。それでマスターが聞いた。旦那、そりゃ何だ。んで海賊が言うんだ。クソ、腹渡が煮えくり返るぜ。わかんねえかな。わかんない。ここに置いてくぞ。わからないと置いてかれるんなら僕置いてかれるんですけれども。どういうこと、どういうこと。もつ鍋だったってこと。なあ、あれ井戸か。また井戸見ましょうか。人生井戸。ほらこれさ、井戸だから。それサリーのジョークだよな。センス抜群。これはー落ちて大丈夫なやつでしょうか。行くか。ほーい。ほい。おー。おー。え、井戸なのに。これって井戸だったのかな、本当に。井戸としての役割を果たしてなくないかな。こんにちは。こんにちは。いつ頃の方ですかね。だいぶ昔の方のようでございますね。じゃあ大丈夫か。あ、ちょっと湿気。もう長文が。マジか、こいつら本気だな。1702年6月11日、昨夜のろしが上がり、示し合わせたように賞金稼ぎ気取りや
名声を求める輩が不注意にも我々の野営地に迷い込んだ。奴らは激しく抵抗し、多くの部下が命を落としたが、結果は明白だった。二日間で東インド会社が送り込んだ二つの連隊を叩きのめしてやった。これで懲りたならよいが。独りよがりのシャーウッド大尉は、エイブリー船長の悪口を言い続け、船長の居場所と引き換えに、懸賞金の大部分と刑の免除を我々に約束した。我が県で無礼極まりないあの男の命に終止符を打つ間際、私は言った。エイブリーは黄金よりも価値のあるものをくれるそうだ。部下は失ったが、この英国の犬どもの備蓄は以前よりも充実していた。ブーツや拳銃は利用させてもらうとしよう。トーマス・テューの印。トーマス・テュー。おお、ほんとだ。なるほどな。東インド会社って。マダガスカルね。なに。よし。がっつりだ。あれ、よーし、あれをあれ、はーい。よし、これをあっち行きたいんですけれども、普通に下から登れるんですかね。こっちからならいけるかな。あのキラキラが僕は気になってしょうがないのですが、無理か。無理だったな。車を使うのかな？車を使う？こんなところまで引っ張ってこれるんですかね？結構ありますよ、距離。よいしょ。ありました。車を動かしてくれ。まだ動かさないでくださいよ。これここいらの全ての柱を巻き込んでしまいそうなんですけれど。サリー、車をバックさせろ。待って、かな。借りますね。よ。ピューター製の通信筒、綺麗だな。これは、これだけかな？
よしよし、おさらば、おさらばだ。サリー、あ、サリーじゃあずっと運転、いやなんで運転してくれてもいいのに。特に何も、ホテルで見せる。よし、しょうがないな。何ですか、何か文句でも終わりなんですか。そんなまさかねえ、僕に運転席を譲ったからにはね、楽しんでいただかないと。わっちゃ、煙だ。煙、ショアラインだ。ショアライン、ショアライン、ショアライン。どうしよう、どこまで車で行って大丈夫なんでしょうか。この車、保険に入ってないもので、この辺で。チュ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 。危ない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 。お一人様かな。お一人様ですか。いっぱいいらっしゃいますね。上にもいらっしゃったんですね。なるほど、そうしましたらですね、あーい、僕は、僕はミーアキャットです。少しくすねちまってバレやしない。ミーアキャットなので怪しくありません。バレたらナディーンに殺されちまうぞ。でも下に何かあるのが見える。やっちまおうぜ。絶対バレる。そしたらすぐ殺されるぞ。もういい加減諦めろ。はい、写真撮ってますね。よし、でで、あと3人でしょ。あと一人。はい。なぜ空を、天を仰いだ。僕は天を仰いだ。そして何かを投げた。何を投げたんだ。ちょ。ごめん、サリー。ごめんね。上を見て、何もなさそう。じゃあ、そんな二人して見上げないでくださいよ。じゃあ行ってくるか。下に何かあると言ってましたもんね。違う。はしごを置いて。いっぱい死んでる。いっぱい死んでおられます。これも東インド会社の皆様なんでしょうか。すいませんね、借りますね。英国マスケット銃兵の弾薬。何も見えない。じゃあ、こんなもんですかね。よし。二人とも、何をしてる、あ、ごめんね、お兄ちゃん。よし、じゃあ、ここには、用はないのかな？すいませんね、カメラをぐるぐる回しておりますけれども。
何も、ああ爆発物はあったけれども使わなかったと。よしよしよし。こっちはなんだ？おーおー、よし、みんな一斉に乗り込んで行きますよ。あ、おニューの車もあったのか。そういえば、あーでも弾はいっぱいありますね。中入るのかなーって、中入るのかなーって思ったんですけど、結構怖いですよね、こういうトンネルとかって。どうなる。景色に見とれているとあっという間にコースアウトしますね。こっちかな。あ、何かありますよ。あれ、ちょっと。何かありますよっと。おい、ちょっと。何ですか。はは、ちょっと怖いな。ああ、そんな乗り出しちゃダメだよ、お兄ちゃん。みんな見てくれ。なんだよ。塔ですね。猛禽類が飛んでいますね。すげえ、ここならキングスベイが一望できる。見ろ、町がある。そこに渓谷がある。わあ、素敵な、お兄ちゃんよりも絶景を見たい。目を覚ましたらまた独房の中なんじゃないかってさ、夢みたいだ。夢じゃないよ。しんみりしまったな。先へ進もう。だな。わあ、素敵な。素敵な素敵な、やっぱりあのこう入江の付近だけ発展するものなんですかね。あそこにも何かあって、うん、サリーも話するんですね。サリー、調子はどう？うん、ピンピンしてる。一緒に来てくれて助かるよ。レンタカー屋との交渉とかな。あったぶや、楽しくないっつったら嘘になっちまうからな。俺もサリーがいなきゃダメダメでしたよ、この旅は。何か動物が亡くなってるわけでもないのに、こんなに猛禽類集まることあります？僕はですね、猛禽類は真下から見てね、あの丸いお腹を眺めるのが一番可愛いんじゃないかと思っているんですけれども、皆様はお気に入りの猛禽類の角度はございますでしょうか？よ、お宝を取りたい、取りたい。判定が一瞬だ。よし。スコットランドの2ペンスコイン。ん？スコットランド。スコットランド。じゃあ確かに海賊がいたという、証ということですかね。なんで焚き火にくべたんだ。じゃあ行きますか、皆さんね。気分転換もね、
できたと思いますんで。じゃあ正規の道はどこだったんだい。